はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コメチャンネルです。今日はね、ゼルダの、ブレスオブザワイルドの、ホコラですね。いくつか回ってないホコラがあるので、それをちょっと回っていこうと思います。で、早速ですけど、トトイサですか、ここから入っていきます。全くね、初見で内容見てないので分かりません。謎解きがね、面白いんでね、120箇所ぐらいあるらしいんですけど、まあ楽しんでいきましょう。さて、あ、我はトトイサ、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。トトイサのからくり、からくりね。早速このジャイロセンサーのようなものがあります。これで何を動かすのかな？ん？え？何か動いてる？前これでなんかあのボールのね、盤面みたいなの動かしてボールコロコロするのあったんですけど。ん？ちょっと待って。あ、動いてる？動いてない。ちょっとやめる。あ、こっちか。見る方向が悪い。え？こっち、こっち見られへんよ。あ、そうだそうだ。ジャイロや、これや。コントローラー動かさずに、カメラばっかり回しましたね。これを、手がつりそうになるんやけど。これちょっとわからないと思うんです。これぐらいかな？これでやめる。あ、何も音が鳴らないけど。まあ、これで OK でしょうね、ここは。で、はい、2番目の仕掛けは。さて。あ、階段ね。これもこう、回して。これ、今ね、プロコン、スイッチのプロコン使ってるんですけど、ジョイコンだとやりにくいですよね、これ。手がつりそうにな、これ。ちょっと待って、登らないといけないから、これぐらいかな？これぐらい、これぐらい。もういいんじゃない？いいんじゃない？これいけるんかな？え？飛んでみようか。死ぬか。あ、いけた。ちょっと危ない。危ない。はい、2個目もクリア。ここ宝箱はないのかな？行ってみようか。で、トトイサのからくり3つ目。これは、え、普通に行ったらダメ？普通に行っても向こう進めないよと。で、これを調べて、こうじゃ、あ、こっちか。どうなってるんや。これはつる、手がつるな。こっちか。違うな。ちょっと待って。こうか。いやいや。こうっぽいな。ちょっとやりにくい。これぐらいかな。これぐらいでやめると。すごい、今ちょっと親指が痙攣しそうになったけどまあ見てる方はわからないでしょうね、これこれ届くかな。お、危ない。今のちょっと危ない。死ぬ直前。登れるんかな？滑るんですよね。この、祠の中の壁はね、登れないっていうのが、基本になってて。これでいけるか。いけるけど、ん？ちょっと待って。一応宝箱チェックをします。見渡した限り特にないですね。開くのかな、普通に。開かへんな。開かへんやん。
何が悪い？何がだ、ん？あ、違う。磁石。違う。ん？爆破？違う。鍵のようなものを差し込んで回さないといけないもんね。あ、なんか鍵みたいなあったな、今。あれか。あれやね、あの白いやつ。今ちょっと。あ、違うか、これ。何か取り漏らしてるのか、この向けてる角度がダメよっていうことなのか。一応ちょっと戻ってみますね、さっきのところに。あ、いけると思ってもね、その通りにいけないのがね、いいですよね。これがちょっと間違ってるんかな。もう一度じゃあ、うん、この時点でなんか光ってるな、あれ。宝箱、宝箱の中に鍵とかそういうあれはあんのかな。うん、一回宝箱を取れる状態に。ああ、ちょっと右左が、もうが右左が、これでもいけるかな。これでちょっとやめてみて、今回宝箱から鍵が出るっていうないですよね。いけるかな。あ、無理だった。でもただでは死なない、死んだ方が早いかな。いや、そんなことないか。まあこれ120箇所あるってことですけど、まあということは開発した時点で120個以上もっとあったでしょうね。ボツ案とかも絶対あったはずやから、そう考えるとすごいな。あ、いけた。ギリギリやな。でもここ無理やな。ここは、こっちから？こう。ああ。あ、いけたいけた。ちょっと今の危なかったけど、いけました。あ、鍵。初めて違うかな、これ。宝箱の中から鍵が出て、それで先に進むっていう、あの、従来のね、ゼルダの進み方。従来のっていうか、まあ、取ったはいいけど、戻らないといけないよね。もう一度ちょっとそこの下に戻って、ここで、ちょっと無難に行きましょうか。危ない。危ない。鍵1。これ、鍵、2個とか出てくるんかな。でもう一度これ動かして、最初のさっきのどうやったかな。覚えてないな。こうか、こう。ちょっと待ってね、手がちょっとこんがらがって、こうかな、できるかな。まあ、この鍵であそこは開くはずだから。あ、普通に行けた。うん、これで行けるでしょう。行けた。
あーでクリア。ふう。はい、クリアいただきまーす。はい、まあスキップします。